ヘモフィルスインフルエンザ B 型菌ワクチン、または、ヒブワクチンは、インフルエンザ肝菌、B 型菌、ヒブ感染症の予防に使われるワクチンである。定期的予防接種を行っている国での重度のヒブ、感染症は90%以上減少している。結果、髄膜炎、肺炎、急性のドズ外炎も減少している。ヒブワクチンは、世界保健機関と、 アメリカ疾病予防管理センターに推奨されているワクチンである。生後6ヶ月以内に2回または3回の投与が適切である。米国では生後12ヶ月から15ヶ月の間に4回の投与を進めている。初回の投与は生後6週間前後からの再投与間隔は最短4週間が推奨される。もし2回だけの投与の場合、後に再投与が進められる。 投与法は筋肉注射である。重度の副作用は稀である。約20から25%の人に戦士による痛みが生じ、2%の人に発熱が生じる。投与による重度のアレルギー反応との関係性は明快ではない。皮膚ワクチンは単体、またはジフテリア、百日咳、破傷風混合ワクチンと混合したもの、B 型肝炎ワクチンと混合したもの、 その他のワクチンと混合したものがある。2017年現在のすべてのヒブワクチンは結合型ワクチンである。初期のヒブワクチンは1977年に開発され、1990代にはより効果的なワクチンに改良された。2013年には184カ国の定期的予防接種で投与される。ヒブワクチンは 世界保健機関の必須医薬品リストに記載されている医療制度において必要とされる最も効果的で安全な投薬である。2014年の発展途上国におけるヒブワクチンを含む5カワクチンの卸売価格は1投与15.4米ドルである。米国では1投与あたり約25から50ドルである。ヒブと肺炎球菌は髄膜炎の2大原因である。 日本では2007年にヒブワクチンが2009年に肺炎球菌ワクチンの PCV7 が承認された。結合型ワクチンとは免疫応答の低い抗原動作に抗原タンパク質を結合させて免疫応答を高めるもので1929年にこの方法が発見され半世紀以上を経て1987年のヒブワクチンで初めて実用化された。 ありがとうございます。